小松作ののの品で、おすすめのものを教えてください。ああの「果てしなき流れの果てに」とか好きなんですけども多分ねあの予備知識とか全くなくて読むんだったら「えー、日本沈没」は割とがっちりしてて面白いですっていうのはいわゆる SF 作家として書いてた小松左京がですね あの日本沈没の場合はサラリーマンとかです、ね、家庭の主婦とかに読ませるためにかなり意識的に普遍的なその文章を書いてで日本を沈没させるという単純なアイデアですので,でこれをもうですこれをあの新書で、えー、上下2巻に分けてきっちり書き切ったというところが割と新しいですしあとはその日本沈没が書かれた時っていうのは地震っていうのが、えー、プレート的 あの大陸プレートの移動に,起こる移動によって起こるいわゆるプレートテクトニクス理論ですねこれあの1950年代60年代ぐらいからやっと出てきた学問なんですよ。それを1970年代前半の段階で小説にしてしまうというですねいわゆるマイケル・クライントンが最新の科学的知見をその小説にするというのの割と走りみたいなことをやったやつなんで、まあ、その手の付け方です。実はは、コンピュータータとというのはこういうふううううのこふにやって、えー、使うとかですね。あとえー 内閣のん、えー、だろうな行政区割りっていうのかなつまり首相がこんなことを考えたらまず誰に相談してどういう若手を集めて官僚を集めてやるのかっていうのがですねすごいその大阪万博をですね 仕切った小松左京がその時に堺屋太一なんかの通産省の官僚と付き合った経験っていうのが入ってる小説なんですごく面白いですので、まあ、何かあの最初読むんだったら「日本沈没」おすすめです。でそうじゃなくてうん小松左京らしいっていうのかな小松左京らしくて、あのー、小説読みたいというんだったらデビュー作のです、ね「日本アパチ族」っていうのがあってこれはあの。 大阪を舞台にしてですねあの戦後日本になんですけども、えー、軍事政権というかですね、まあ、あの恐怖政治みたいなものが出たとでその中で失業すること自体が罪になると今のアメリカのホームレス法みたいなものですよねそういうホームレス法みたいなものが適用されたおかげで失業した人が、えー、大阪のですねそのなんだろうな大阪のど真ん中にですね 戦後数があったらしいんですけども、あの不法そこに何、えー、だろうアパッチと呼ばれる原住民じゃないんですけどもいわゆる法律を逃れてきたあの犯罪者とかですねあと住所不定の人たちとかがいわゆるその、うん、ハーレムニューヨークと言ったハーレムみたいな無法地帯を作って住んでいるっていうのこれは本当にあった話なんですよ。 鉄を食べて生きていく人間が生まれてきてそれが日本に対して転覆計画を図るというですねこれがの面白さは何かっていうとそのアナーキーさとあと時代交渉ですかその昭和30年代の香りを残す話でありながらその当時 その小松左京たち SF サッカーはですね実はすごい批判を受けてるわけですね。鉄分解できるのそうそうそう。そそそれもねその小松左京は生物学の知識をもう総動員してどのようにしてアパッチたちが鉄を食べてそれを体内で酵素分解するのかっていうプロセスをすごく書いてるの <laughs> そこがちょっと面白かったんだけども。あの だろう当時の SF 作家は宇宙とかんだろうな空飛ぶ円盤とかロケットとかそんなことを描く未来とか描くんじゃなくて目の前にあるアメリカとの安保条約世界の何だろうなあのベトナム戦争とかどうなるのかそういうふうなことに対してお前ら何も考えないのかというふうに言われて星新一っていう SF 界の長老みたいな人がいるんですよ。 そんなななつまんない地球の話じゃなくて、俺たちは楽しい宇宙の話書いてんだというふうに開き直ったんだけど小松左京なん,か,真面目なもんだから、ああっって思って思しまう。じゃあ小松左京なりに革命というのはどのようにすれば成功するのかという革命理論っていうのかな革命のノウハウみたいなものを書いていて結構ねそれはあの面白かったのでまあ,あの小松左京の作品でおすすめのものは「日本沈没」がスタンダードでちょっと変化球だった日本アパチ族ですね。